はい、どうも皆様こんにちは。サソリコウモリです。では引き続きチャプター3をやっていきます。前回は結局、最初に着いたところからほとんど進んでない。男子トイレで閉じ込められて死にまくって、女子トイレのセキュリティカードを取る取らないで、セーブデータからの再開をミスって、二度手間で取りに行かなきゃなんなかったみたいなところで、ようやっとセキュリティカードを通して建物に入れますとっていうところからスタートしていきます。では行ってきます。どうせ建物内にもいっぱい人いるだろうからな。なんだこれ。お、災害対策について。地震や台風などの災害時、送電設備の破損により、感電等の危険な二次災害につながる恐れがある。そのような場合、以下のマニュアルに沿って屋上の主流電源の無効化を行っていただきたい。1、変圧器、灰色のポリバケツのような装置、上部に固定されている青色の電気クリップを取る。この時、変圧器そのものを傷つけると、蓄電が高和になり、ショートを起こす危険がある。すべてのクリップを外したら電柱のどこかに設置されている小さな回路ボックスを外す。大抵は変圧器の近くに固定されている。以上の操作は感電に注意を払えば誰でも行える。専用工具がなくとも直接触れることなく装置を外すことは可能なため、何か道具を使って行っていただきたい。ちょっと失礼します。はい、失礼いたしました。じゃあ続けていきます。これあれかな、未来都市の開発のやつか。中央区エアフロント、東京中央区の上空に建設された世界でも稀な大規模空中施設の総称。新都市に新たに約8000世帯を収容することが可能となり、内部にはショッピングモールやさまざまなアミューズメント施設が備えられている。すごいな、めっちゃ未来やん。21年にやってるけど、すごいな。まだ車も空飛んでないのに。出発。ああ、早い。建物も中身全部スキップや。ジャーナル2月号。サイエンスジャーナル2017年ボリューム2、がん細胞とアポトーシス。人間のような生物が必要のなくなった自身の細胞を自律的に殺してしまう機能のことをアポトーシスと呼ぶことは、本雑誌の前号特集で取り上げた通りである。通常細胞というのは分裂する能力を持っていても、体を構成する細胞が細胞分裂だけを日々行って生きているというわけではないのだ。各器官を構成する細胞をお互いに情報を交換し、細胞分裂とアポトーシスという生と死の2つの機能を常にバランスよく保ちつつ、我々の体を維持しているのである。しかし、アポトーシスの機能を細胞が失った場合、その細胞は勝手に増殖を繰り返すという生理学的に異常な事態を起こすことになる。端的に言えば、それこそががん細胞なのである。ほう。なるほど、わからん。で、おなんだ、イベントだ。あれは。ここも火花が散ってる。漏電の大元はここみたいね。銃で狙えば装置を壊せそうだし、ここをダウンさせれば電流は止まるけど、あの変圧器、もうすでに発火寸前かもしれない。壊す手順を間違えると、かえって被害が拡大しそうだ。気をつけないと。これミスったら死ぬのかな。ゲームオーバー。ちょっとセーブすっか。いや、素人銃なんか持ってないから、これ。できへんやろ。なにこれ。地震や台風などの災害時のやつ。変圧器、灰色のポリバケツの装置、上部に青色の電気クリップを取らないといけません。ん？ちょっともう一回。青色の電気クリップを取る。ああ、電気クリップを狙撃しろと。いいっすね。で、ここをバキュンとやれば。おう！いでで。黒焦げが処理していく順番を間違えてショートを起こしたのかしら。とにかく電源落ちたみたいね。あれ？違ったのか？ちょっと一回中断。
あれなんだ、順番を間違えたのか。そう、はいはい、わかった、これだ。ここにもある。これでいいはず。よし。なるほどね。よし、これで電源落としたみたいね。落とした鍵を拾ってマンションに急ごう。これ電源落としてるからエレベーター使えんくない？車のエンジンをこっちに近づいてくる。わあ、なんだ、フェニックスって書いてある。指令者より全航続者に続く。これより本人の探索ポイントを開始、各自探索活動の準備をせよ。わあ、ターゲットの捜索が最優先事項。生存者を発見した場合保護すること。不審者の対応にも気を配って行動しろ。やばそう。車両、それも列を組んで。多分要人を警護するセキュリティポリスだ。それもこの数、多分大企業直属のかしら。あの車のマーク見覚えがある。確かフェニックス開発企業の。そうか、秀才氏だ。事件の直前、彼を狙うつもりが何者かによって邪魔された。周囲に秀才のガードらしき人物はいなかった。それは確かだった。でも彼も水面下でしっかり昨夜の警備を固めていたのだろう。あの夜何かが起こるかもしれないと予期して。企業の SP が捜索しているとなると、彼はまだ町のどこかで行方不明なのかもしれない。あるいは全ての罪を自分一人で償うつもりなのかもしれない。そうかもしれないけど、あれそれでも私は彼を許すことはできないんだ。動けるか。おお、この電気は通ってんだな。わからねえな。よし、とりあえずここでセーブ。あれは黒服じゃん。やべえ、もうこの辺りまで。生存者だと思われて身柄を確保されたらおしまいだ。ガードの視線をかいくぐり、この場を離れる。以降 SP に絶対に発見されない隠れポイントという場所がマップ上に存在し、隠れポイントは射撃モード時のみマップ上に青く点滅します。これポイントに留まりながら射撃モードを使って先の様子を覗き込むと、警戒しながら移動していくことが可能です。ちょっとわからねえな。セーブ。たった今資料館1階に。これよりターゲットの捜索に移る。いけない、こっちに近づいてきてる。撃て撃てダメっすよ。青色、あ、はいはいはい、きつない。どっからどこまでがダメゾーンかが分からない。こいつずっとぐるぐる回るっけ。はよ帰れや。捜索マニュアル。あいつ超ドジ。捜索活動マニュアル。生存者の保護。事件による発狂の症状が現れてない生存者を確認した場合、速やかに身柄を保護せよ。発狂者あるいは遭遇した人物から何らかの意図的な攻撃を受けた場合、拳銃の使用及び発砲が保護される。不審人物の対応、武器となり得る物品を所持した人物に遭遇した場合、今回は特例により始末することが許される。捜索ターゲットの身の危険が懸念されるため。うわ、広いなぁ。お、ちょっと今回この辺で、すいません、失礼します。